エントリーナンバー20番尾上武史、尾上恵美子組、大阪府出身です。ラテン部門の決勝2組目ですけれども、これは大阪のチームだそうですね。要するに今日残ってきた決勝の8組の中のね、たった1組の西武総局の選手ですね。あ、そうですか。やはり東部が強いわけですか。強いですね。西武のチャンピオンですね。今日は東部の選手をみんな敵に回してどこまで入ってくるか。そうですね。テレビの前の皆さんももしかしたらこう審査なさってるかもしれませんけども、先生、審査のポイントっていうのはどういうところを見ればいいんでしょうか。そうですね、やはりあの一番大事なのはまずね、見ててやっぱり楽しく見えないといけないですね、はい、見てる人がなんとなく楽しく見えるっていうのはそれだけ音楽に乗ってるんですよ、選手の動作がね、そういうことを、それをだから技術的にいろいろそのどうすればそうなるかっていう部分はもちろんありますけど、最も簡単な見方って言えばなりそうですね。楽しく、自分が楽しくなるかどうかって見てる人、見てる方なの、この選手ももう随分決勝に残るようになってから10年近くなりますけど、随分長いですね、もうベテランですね。パソドブレですね、これは闘牛士の踊りということですね。男の人が闘牛士役になるわけですか。そうですね。で、女性は、まあ、マントなんです、本来は。ああ、あの赤いマントですか。ですから女性をこう右に左にとね、なびかせながら。なるほど。非常にあのドラマチックな踊りですね。闘牛士のなんていうのこうプライドっていうんですかね、そういうものをこう表現していますね。そういえば男性がちょっと堂々として見えますね。男性的な雰囲気ですね。ラテンっていうのはね、大体は女の人が見えるんですけど、パソドブレだけは男性が中心です。そうですか。もう1年にその春の2月か3月頃から6月頃まで、その日本のトップクラスがいつも英国へ留学するんですけど、この選手ももう6、7年になるんじゃないですかね、英国へ留学するようになりましてから。そうですか。毎年行ってますよ。やはり振り付けとかそういった新しいものを皆さん学んでいらっしゃるんですか。もう新しいものだけじゃなくて、やはりあの英国はコーチャーがもう十分揃ってますから、やっぱりそれとダンスのやっぱりひのき舞台ですから、